このバンドは、まあ、あれっすね、この今、新1年生の年代の人たちが聴いてそうな曲をやろう、まあ、2曲しかやんないんですけど、まあ、そういうバンドっす。まあ、この次のバンドが鳥なんですよ。で、鳥は俺ともう一人の部長さんがギターなんですけど、部長さんちょっと今この会場いないっすね。まあ、本当ならここで大きな声で呼びたいところなんですけど、今いやなんか今は鳥前だよ、飯島どうって連絡したら一言やばいってきて、これちょっとあわよくば鳥がなくなります、ごめんなさい。放送の宣伝して宣伝、箱ライブがあります。箱ライブに来てくれると、まあ、一バンド、まあ、4、5曲、6曲、まあなんかたくさん演奏できるし、まあなんですかね、なんつうんですかね、まあ、ちゃんとした PA のところでまあ音楽聴けるんで、もしよかったら来てください。日にちいつでしたっけ、30日で、4月30日で北国浜ってところにあるリバーブっていうライブハウスで、まあライブやります。で、その、まあ、リバーブわかんねえなっていう人は、まあ、集合時間があるんで、まあそのあとあとツイッターでその情報を教えるんですけど、その集合時間に駅に来てくれれば、まあちょっと部活の誰かが案内してくるんで、まあちょっとツイッター確認、まあ時間確認しながら、まあ、お願いします。そして次やる曲が、まあ振り付けがあるんですよ、俺わかんないんですけど、まあで、さっき練習したんですけど、まああの気まぐれの、まあネタバレすると気まぐれロマンティックっていう曲なんですけど、ちょっと、あの俺踊るんで、あんま覚えてないですけど、まあ、そう、そう、はい、はい、全員踊れないんですけど、みんなの協力が必要です。だからみんながやってほしいです。そんな感じです。なんかこういうのとこういうのがあったと思います。どこぶつけないI'm sorry.